ね、サンピエトロに行った方はね、あの鍵とか鍵を持っているペテロの像を、見ていらっしゃる。でこの教会が6世紀大和朝廷の頃、この形がもう基本的に初期キリスト教の、あとで祭壇の下の部分、あれは象眼材っていうんですかね、石とかと貝殻をきれいにこう形作って埋めてある、この辺りもあの東方のビザンチン様式の一つになってますね。みんなとっても、あれ次っぽいな。